ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、日本シリーズ第6戦。ね。終わりました。はい。はい。まあ、勢いで今日決めるかなっていうようなね、まあ、阪神の勢いがあったんだけども。ね、全く予想がつかない。試合の始まる前はね。まあね、うん、だけど、まあ、さすがエースというね、やっぱ山本やっぱすごいな、うん、ということで、はい、今日はオリックスが勝ち、うん、3勝3敗の五分になりました。もうこれ ねどうですかね、最終戦までもつれる7戦まで来たんですけどまあね、うん、まあ、7戦まで来たけども、まあ、一進一退でこういう試合やったから次の日ダメかっていうよりも、また日々新たな試合が行われるということで、まあ、ちょっと今日阪神の負け方っていうのはあんまり良くなかったけどもね、ただその分山本が良かったということで、まあ、ちょっとお話をしていきたいとは思うんですが、ここまでこうね、均衡した両チームの勝ち負けになるっていうふうにはね、なかなか予想もつかなかったでしょうけど、まあ、ただここでっていうのはあったよね。ここで、うん、ここでやっとけばみたいな、あの、うん、試合の中で、ね、試合の流れではね、うん、はいはい、ということで、はい、まあ、看板やちちゃんよろしくということで、ね、はい、お願いします。今日から京セラドームになってるので、はい、場所をね移しました。またね、はいはい、DH 制ということで、はい、はいはい、オーダー見ていきましょう。はい、はい、ということで、うん、はい、まあ、阪神はね、いつものところに DH7 番糸原選手が入ったという感じでしょうか。はい、まあ、俺は阪神甲子園の勝ち方が良かったんで、うん、坂本を7番、まあ、糸原っていうのは大体読めたんだよね、 DH、はい、9番に持っていくかなと思ったら、うん、7番に持っていった ね。で坂本を9番にしてというね、うんうんうん、いうことなんだけど、まあ、オリックスの方はちょっとガラッと変えてきたというか、ね、うん、ね、まあ、1、2番は変わらないにしても、うん、まあ、1番、まあ、広岡から中川にしたという、はい、まあ、なんかでも1番はね、今までも中川選手あった、ね、まあ、まあ大体ね、うんうんうん、はい、で紅林をやっぱ当たってるということで3番にも持ってきた、はい、で森を4番にして頓宮を1つ下げたんだよね、4番から、うんうんうん、でいつもは頓宮5番打ってるから、はい、リズム的にはやっぱ5番の方がいいのかなっていうね、うん、まあ、感じもするし、はい、まあ、ゴンザレス、まあ、杉本も DH で使ってくるかなと思ったら守備つけるんだよね。そうでしたね、うん、でセデーニョが DH、うん、まあ、この2人のバッテリーというね、若月山本の、ね、はい、山本若月のバッテリーで試合が始まるということなんです、はい、まあ、オリックスの方はよくこういろいろやっぱこうね、打線がつながるようにっていうようなことで考えてきてるよね、うん、杉本選手もね、守備につけるっていうのはちょっと安心材料なんでしょうか。まあ、安心材料なのか、うん、セデーニョも使いたい、重量打線を組みたいということで、まあ、杉本の足がどうなのかっていうことよりも、うん、まあ、とりあえずこれでスタートしてみたという形じゃないかなっていうふうに思うんだよね。まあ、どうしても落とせない試合ですからね。まあ、そうだね、うんうんうん、やっぱ杉本のバッティングっていうのはね、やっぱこういるだけで脅威だからね。なるほど、ね、うん、まあ、どういう試合になったか、はい、はい、見ていきましょう。スコアはどうなりましたか。はい、はい、こうなりました。ねえ、ね、こうね、いろいろありましたが、はい、5対1でオリックスが勝ちました、はい、はい、ということで、ね、まずは1回の表裏から見ていきますか、はい、まあ、1回の表、うん、まあ、山本の、ね、立ち上がり、この前から立ち上がりからね、うん、阪神打線に捕まるというような、まあ、いろんなことも あったから、うんうん、まあ、立ち上がりどうなのかなっていうような感じがちょっと心配したんだけども、うんうん、まあ、見てたら今日はまあ今日は大丈夫だなっていうね、うん、3人でピシャッと抑えて、うん、まあ、1回裏を迎えるという形だったんで、はい、あ、今日はまたちょっと雰囲気的には違うなっていう山本がね、前回のね、前回とは全然違うなっていうには感じた、うんうん、はい、でその1回裏、うん、で村上、はい、村上のねちょっと表情を見るとなんか、ね、疲労が抜けてないのか、それとも今日勝ったら日本一というなんか欲なのか、なんかちょっと重そうに見えたんだよね。うん、うん、で中川が、いきなりレフト前ヒット、はい、でどうするかなと思ったら宗に送りバント、うん、まあ、これはやっぱり山本をね信頼して、
まずはやっぱこう1点ずつ重ねていこうという、うん、まあ、オリックスの意図があるようなバントだったよね、はい、で紅林フォアボール、うん、でワンアウト1、2塁、うん、で森がちょっと当たってないんだよね、まあ、センターフライ、うん、で頓宮がショートライナー、ね、まあ、素晴らしい当たりだったんだけども、まあ、正面に飛んだという当たりで、うん、まあ、村上の方はちょっと不安な立ち上がりだなっていうふうには思ったのね。なるほど、いつもとはちょっと違う、いつもとはちょっと違うっていうね、うん、ちょっとばらつきがあるボールに、立ち上がりって素晴らしいピッチャーなんだけど、うんうん、ちょっとばらつきが感じた立ち上がりをしてたね。なるほど、はい、はい、で2回表、ね、はい、表、大山から始まったんだけどライトフライ、うん、ノイジー、うん、初球高めの初球をまあ多分ストレートだったとは思うんだけども、はい、あのライトにね、うん、放り込んだというね、え届きましたね。まあそうだね、ノイジーの右打ちってね、うん、結構定評があるんだけども、はい、まああそこまでこうね飛ぶとは思わなかったけど、山本の球がね、ちょっと、まあ、構えたところより高かったですかね。だいぶ高かったね、うん、高く甘く来たね、うん、まあこれはしょうがない、打った方を褒めなきゃいけないんだけどもさ、どまあだけどノイジもよく打ったし、うん、まあ山本にすればやっぱ失投だったかなというような感じがするよね、初球だけにね、うん、で佐藤、はい、続く、うん、でカーブを、はい、ツーベース、うん、まあ、右中間にツーベースということでね、ね、うん、よく走ってツーベースでしたね、はい、で続く糸原、うん、まあ、DH 糸原、はい、センター前ねえ、ね、まっすぐ、うん、ああ2点取られたと思ったら、うん、帰ってきてないんだよね。そうなんですよね。でね、やっぱライナーだから、うん、一旦バックしたんだろうね、一旦バックか止まって確認したか、まあ、それで帰ってこれなかったけど、コース的には絶対帰っていけない、来なきゃいけないコースだったかなとはいうふうには思うけど、うん、やっぱこの日本シリーズで大事なランナーだし、まあ、自重したのかなっていうようなね感じがして、ちょっとこのヒットで点が取れなかったね。なるほど、まあ、だけどチャンスは広がったということ。ワンアウト1、3塁になったね。そうだね、うん、で木浪、はい、で木浪に動くかなと思ったんだけど、うん、まあ、そのまま打たして、まあインサイドで素晴らしいまっすぐを投げ込まれて、まあ、三振ということなんだよ ね、 ね、うん、まあこのボールは見事だった ね、 ね、まあ木浪が状態のいい木浪が見逃すぐらいだから、うん、まあ、相当ないいコースに来てたし、で坂本、はい、で1球目ツーアウト取られてるんだけど、宗の、うん、守備位置を見てセーフティーバントを仕掛けるんだよね。なるほど、やっぱねここら辺はね手を変え品を変えというか、やっぱ山本なかなか打てんぞと、うん、まあ、この前は 7点取ったけど山本から、今日はなかなかいかんぞということで、まあ、セーフティーバントしたりとかしたんだけど、うん、まあ、最後ねちょっとデッドボールなんだよね、フォークがね、つま先にかすって、でランナー歩いて満塁になるんだよね。ツーアウト満塁ね。さあ近本、うん、ねえ、まあ、期待はしたけども、うん、まあさすがだね、山本フォークボールで三振ということで、ね、うん、まあ、近本も当たってるバッターなんだけども、まあちょっと寄せつけなかったという ね、 ね、まあ、そんな圧巻なピッチングが、もうこのノイチ選手のホームラインの1点で、まあそうだね、しのいだっていう感じですね、うん、だから攻撃の内容とかさ、うん、いろいろ見てると、あれ2点3点取ってるかなって思ったら、もう結局はやっぱこう1点しか与えてないんだよね、山本がね、うん、で阪神の方は1点しか取れてないという、うん、でその裏、ね、2回裏、はい、うん、ゴンザレス、はい、センター前ヒット、うん、杉本、はい、これがまた素晴らしい当たりを打ったね、ね、でも天井に入っちゃうんだよね、またそう森と同様にね、どうなった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 、なんかこれホームランじゃないのっていうような当たりなんだけど、まあ球場ルールがねあるんで、だから細かくありましたね、まあ、ここからこういうふうにフェアゾーンでこうなってたら、そうそうそう、あったな、あのフォーファールだの、そうそうそう、ツーベースだのホームランだの、うん、でも杉本の飛距離的にはあれだけ上がってもスタンドを持っていけるだけの力あるからね、うん、まあだけどツーベースになったと、まあ、結果ね、はい、うん、でノーアウト2、3塁になると、ね、うん、でセデーニョ、うん、ね、セデーニョをね評価したいのは右の方向に狙ってるんだよね、うんうんうん、
で強引に引っ張りに行ってないんだよね、うん、だからランナーを返しなおかつセカンドランナーをサードに送るようなそういうバッティングをしてるんだよね、うん、で結局三振はするんだけど、うん、でもこの外国人ってやっぱフォア座チームに徹してるなっていうような感じがしてすごく嫌だったよね。なるほど、うん、いやらしい外国人になってきたよね、うん、でノーアウト2、3塁形は変わらず、うん、若月ワンアウト2、3塁ねワンアウト2、3塁で ね、うん、で若月が外のまっすぐをライト前ヒット、ねね、これがタイムリーになるんですね、まあ、見事な素直なバッティングしたね。ねでまたワンアウト1、3塁、うん、で中川に戻ってきて1番、うんレフトに犠牲フライという、うんね、でランナー杉本だったんだけどさ、はい、これ定位置とか多少前進するようなフライだったら帰ってこれなかったと思うんだけど足の具合で、うんうん、中川が深い位置まで打ったからね、うんうん、あわやホームランかっていうぐらいの飛距離 で、ね、だからまあ杉本の足でもねあの怪我してる足でもあの帰ってこれたというね、うん、まあそういう当たりでした2点目ね、うん、でもうすぐさま2点逆転をするというね、うんうん、まあまさかね山本がね立ち上がりから見てて先に失点するとは思ってなかった。ただ村上の状態がねやっぱ悪いわ。なるほど、うん、うん、あんまり良くない、うん、ボールが高めに浮くしね、うんうん、だけど坂本も変化球をさ、うん、多めにしてなんとかこうかわそうかわそうとするピッチングになってきたんだよね。なるほど。だからちょっと この先苦しいなっていうふうには見てたんだけどもさ、うんうんうん、で阪神4回表の攻撃、はい、うん、佐藤がファーストライナー、うん、ねえ佐藤も結構上がってきてるねちょっとね状態はね、うん、で糸原、はい、セカンドへの内野安打、はい、あここはやっぱこう活躍してくれるね糸原 ね、うん、ね、はい、で木浪が木浪の時ワンアウト1塁、うん、初球にエンドランというねえ、これが見事に決めるというピッチャー山本だよ、ね、あれだけ速いボールが来て、うん、でもね岡田監督がかけた意図って絶対初球はまっすぐから来るっていうね確信のもとでかけてるね。なるほど、うん、それをレフト前、うん、で杉本のやっぱりね守備がなかなかね機敏にはいかないんだよ、うんうん、だから一塁ランナーをサードまで、うん、やらすんだけどもね、まあ、ワンアウト一三塁、ね、はい、はい、でここでやっぱり同点に追いつきときたいよ ね、 ね、山本が徐々に調子を上げてきてるだけに ね、 ね、攻めてね、攻めて、うん、でね1球目にねセーフティースクイズやるんだ、はい、でねこのシリーズ3回目ぐらいになるんだよね。坂本が初球にセーフティースクイズを仕掛けるの、うんうん、全部ファールなんだよ、うん、全部変化球なんだよ、うん、だからファールになってるというね。でこれから何も動きがなく、うん、動けず、うん、でもこれなぜ動けなかったかっていうと、うん、まあ初球ストライクだよねファールで、うんうん、で2球目ボール、うん、で3球目にねストライク取られるんだよ、はい、で追い込まれるの、うん、これがボールだったら次のボールをスクイズやったりとかいろいろできたんだろうけど、うん、やっぱり、ね、山本の追い込み方がねやっぱ早いわ。なるほど。こういう時にね、うん、で結局三振ということね、うん、で近本、うん、ライトに初球を大きいあ行ったと思ったんだよね。そうね、それぐらい大きかったですね。逆転だと思ったの、うん、そしたら森がジャンプ一番、うん、取ってドンピシャのタイミングでね、うん、これリクエストになったのね。結局そうでしたね、うん、リクエストになったっていうのはさ、まあ例えばこういうフェンスがあってここにポンポンってグラブがあってポンポンと入る時あるんだよね、グラブに。一瞬こうフェンスに当たってる、そうそうそう、こうやってね、接してるかどうかっていうね。そうそうそう、俺もそう見えたんだけどさ、うん、森の背中がフェンスにぶつかってるからやっぱ波打ってるように見えたからね、ボールが当たったように見えたけど、やっぱね森はね、いやセンスあるわ、ね、あれキャッチャーで行っててジャンプしてなかなか後ろのボール取れないよ。いや本当そう思いましたよ。よく取ったよあれ、ね、あでも多分取れた確信あったんでしょうね。いや普通にまあ取ってパッパッパッパ。いやでもね、うん、あれはね外野手のね確信じゃなくて外野手はなかなかわからない、フェンスに当たってるかどうか。あ、そうなんですね、うん、だけど、ね、うん、でもグラブに入ったからさ、あ取ったっていうような感覚があったと思うんだけども、
まあ森はよく取ったと思うよこれね、ね、本当にあれも本当大きなプレーでしたよね。いや大ファインプレーだね、はいはい、本当に、はい、で、まあこの4回ぐらいまでは、うん、もう次の1点をどっちが取るかっていう、ね、そういう感じだったんだよね、うん、でね山本はねやっぱね4回過ぎてからめちゃくちゃやっぱこう状態が上がってきてるんだよ、うんうん、その5回、うん、ね、点を取った5回裏ね、裏、はい、ね、先頭の中川から始まるね、1番から、はい、これねユニフォームにかすってんだけどさ、うん、デッドボールじゃなかったんだよね。うーんで、まあインサイドのボール、うん、3球目かな、3球目をこうかすってるんだけどさ、うん、あれ中川言わないのかなって自分でも分かんなかったのかなっていう、うん、スローが出て明らかにかすってんだけどさ、うん、だからそれで次のボールもボール、うん、で結果球をあのセンター前に持っていくんだよ、ね、はいはい、だからまあ良かったんだけど、まあ、結果はね、結果はねヒットで一塁の方がいいですもんね、はいはい、で宗、うん、またはやっぱ送りバント、うん、はい、やっぱ次の1点っていうのをね中島監督もね、うん、やっぱり意識をしてるということ、はい、で紅林、うん、これまで、うん、フォアボールフォアボール、はい、やっぱりね村上がね投げにくそうなんだよね、うん、すごく、うん、やっぱそういうバッターっていると思うんだけど、うんうん、やっぱ状態のいいバッターってマウンドから見てて隙がないって見えるらしいんだよ、うんうん、やっぱ紅林って今の紅林ってそういう状態なのかなっていうようなね、うん、まあそんな感じがしたけども2球目のフォークボール、うん、浮いたね、うん、でも見事に打ったわホームランねえ、ツーラン、やっぱ3番起用に応えたというね、まあここら辺がね中川を1番に戻す、うん、紅林を3番に入れる、うん、まあ、ここら辺がやっぱしっかり当たってんだよね中島監督のこのシリーズね、采配っていうのは誰かそういうことが多いですよね。やっぱり、ね、初めて使った、うん、シリーズに使った人間が、うん、やっぱ2人で点を打点を上げてきたりだとかさ、ね、うん、だから非常に打順の組み方っていうのはすごくよく選手を見てるなっていう組み方をしてるね、すごく感じますね、はいはい、うん、で4対1になっちゃったね、えそこでツーランで2点を、はい、もう次の1点って言ってたらもうそこホームランで2点入りますね。はい、で、はい、7回、うん、7回もうチャンスがずっとなくてさ、7回の表の阪神の、ね、そうそうそう、うん、まあ木浪から始まるんだけど、まあ木浪からこのシリーズって始まって、うん、上位に回ってきて、うん、返すっていうのが多かったんだけども木浪が三振、うん、坂本三振という、うん、もう三振の山を築き上げてきてんだよ ね、 ね、まあ、その中で近本がライト前ヒット、はい、中野がサードへの内野安打、さあ森下だよ、ね、ツーアウト1・2塁になって、ね、ああ来たな、やっぱこいつのとこ来たなと思って、ね、でそれまで3三振山本に、うんうん、全部がフォークボールで三振してるという、うん、ね、で初球、はい、フォークボール、うん、高め浮いたんだよね、うん、これ打たないのかとか思ったんだけど、うん、手が出なかったんだろうね、うん、で2球目釣り玉、はい、インハイ気味のボールに手を出して、まあ、詰まってセカンドフライだったんだけども ね、やっぱこうもったいなかったねこの回も、うんうん、ね、はい、はい、で8回、はい、これは8回の裏ね、裏、はい、オリックスの攻撃で、ね、はい、頓宮から、はい、ね、うん、見事に西勇輝、うん、まあ、西勇輝はね6回からね、そうそう、あのマウンドに上がってね村上に代わって、うん、投げてたんだけども、はい、まあ、それまでは無失点に来てたんだけど、まあ、8回ね、うん、やっぱシュートというかシンカーを、うん、頓宮にレフトにホームランを持っていかれたという、ね、まあシンカー来たらシンカーシュート待ってたら、うん、必ず西勇輝のボールは来るんだけども、うん、やっぱインサイドにね、うん、でもやっぱキレがいい時は全部詰まらすんだけどもさ、まあ、ちょっと今日は、まあ、3イニング目、まあ、頓宮には持っていかれたという ね、 ねでもこの1点はやっぱこう重くのしかかったね、ちょっと阪神には効きましたかね、あ、まあホイサー言うて、ね、その前から狙ってたんだけどね、うん、あの頓宮は、ね、まあ、やっと仕留めたというね、まあ、当たりだった、ね、はい、で9回、うん、誰がマウンドに上がるか、山本来ました、はい、ねえ、ね、そのまま来ましたね、あ、うん、糸原三振、はい、ね、木浪がライト前、うん、ね、うん、ピンチヒッター渡辺亮、うん、三振、はい、
これ14個目ね、はい、で日本シリーズ最多、うん、記録ね、はい、まあ、今まで 13だったのが、うん、まあ、14個取って更新になったね、記録更新に、ね、こんなことまでしてきますよ、まあ、すごいなこの9回でね、はい、で近本のあたりをゴンザレスがグラブトスセカンドにして、うん、木浪がセカンドホースプレーで、まあ、試合終了というね、まあ圧巻の山本の投球だったね、まあ、さすがに、まあ、前回初戦の7失点というのは、うん、まあ、相当なプライドを築けられたというかさ、まあね、何があったんだろうってもうみんな思いましたもんね、まあ、そうだね、だからもうやり返したというね、うん、ねえ、うん、9回138球、9安打14奪三振、はい、まあデッドボール1つで失点はそのホームランの1点ということで ね、うん、ね、うん、138球、はい、あ、よく投げたね、ね、ほんとよく投げて、まあでもこれはやっぱ中島監督のもう意地もあるだろうし、うん、やっぱこう宇田川とかね、うん、山崎総一郎とかやっぱ少しでも休ませてやりたいという ね、まあ、山本の気持ちもあるだろうし、うん、まあ、中島監督の気持ちもあるだろうし、うん、だからなんかこうやっぱエースだなと思ったのは、うん、やっぱチーム全体のことを考えて投げられる山本っていうのがもう素敵すぎるわ、素敵すぎるね、素敵すぎるね、やっぱりね、山崎総一郎も戻ってきたとはいえ体調不良で、うん、ちょっと戦列は離れたから、うんうん、だから万全になるのはやっぱり一日でも先延ばししたいんだよね、登板っていうのは。ね、でもこの前の甲子園ではやっぱ中島監督もものすごく迷ったと思うんだよ、うん、でもここでやっぱ使わないと宇田川はやっぱ疲れてると、うん、いうことで山崎総一郎言ったと思うんだけども、うん、まあ、ああいう失敗からね、うん、まあ失敗じゃないとは思うけど、まあね、うん、そういう経験から、まあ、そういう経験からね、うん、あの山本を今日ね、そういうことも見てて、うん、山本が監督に心配をかけないような、うん、やっぱピッチングをし、ブルペンも休ませるという、うん、まあ圧巻だな、さすが沢村賞3年連続取ってるというね、さすがにね、うん、かっこよかったですね、うん、だからまあ今日の阪神はね、うん、でもそれでも前半戦はねちょっと粘ってあのチャンスがあったんだけども、うん、なかなか点に結びつかなかったと。そうですね、でね、もうね3戦もう6戦して、まあ、はっきりしてきたことが、うん、阪神は、はいはい、森下か大山が打ったら勝つ明日、これに尽きる、もうこれに尽きると思うよ。これね、明日の先発が発表になっていて、はい、オリックスは宮城投手、はい、青柳投手、阪神はね、まあ、そうだよね、うん、はい、まあ、今日ね、予想通りだけどさ、うん、そうですね、うん、だから明日の試合もう誰が投げたって、うん、もう試合の流れ的に森下か大山どちらかが打ったら阪神が勝つかなというふうに思うよ。なるほど、そこが打ってもオリックスが勝つためには、オリックスが勝つためには青柳の立ち上がりだな、うん、なるほどね、このね青柳の立ち上がり、今年の悪さっていうのは、まあ、見たことのないぐらいの立ち上がりの悪さなんだよね、うん、だから不安を持ってるピッチャーだけに1回から3回までにある程度の点を取ったら押し切れるけども、うん、初回から1回から3回まで序盤ね、うん、点が取れなかったらこれは状態が上がってくるということだよ。なるほど、青柳の、なるほどなるほど、そしたら大山、森下が打つと阪神が勝つし、だからもう序盤勝負だな。なるほど、あ、青柳投手もね、なんか久しぶりの登板になりますか、少し、まあそうだ ね、だけどやっぱこう今年はね、うん、成績がエースというふうには言われないだろうけども、うん、やっぱりね自分でも悔しかったと思うんだよ、ね、村上、大竹、この2人で21勝か22勝かな、うん、チームに勝ちをもたらした、はい、ね、それまでは自分がエースだったわけだよ、うん、ね、ね、うん、その自負はあると思うんだよね、はい、まだまだ若い者には負けんというね、うん、だから頑張ってほしいなって思うし、本当ですよ、ね、明日ドームだから、うん、雨柳さんじゃないから雨が降っても、うん、関係ないからね、条件は関係ないから、だから頑張ってほしい、ね、ね、コンディションもね、はい、そんな悪くないのでドームだとね、そうだね、うん、まあ、今日は阪神は欲の戦いをしてたと思うんだよね、うん、今日勝てば日本一というね、うん、でオリックスの方は
もう負けたら終わりなんだから、もうやることしかないっていう、うん、戦いやすさはあったと思うんだよね。なるほどね、全力もぶつけるというね。そう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 、うん、明日はもう5分になったからね、こう気持ちを一回ね、一回リセットして、うん、頑張ってほしいなと思うね。ちょっとこのヒーローを言うの忘れてたけど、そうそう、もう話の流れで、もう山本しかない、彼しかいないかなっていう、ね、彼しかいないね。まあまあ見事なピッチングでした。いやー、でこれも日本シリーズで投げて、はい、多分この登板でこのなんていうのかな、今シリーズを、うん、多分最終登板だったと思うんですけど、まあそうだね、うん、まあ日本で最後になったかもわからないし ね、これはわかんないけどね、あるかもしれない。でも素晴らしい記憶をね、うん、それだとしたら、うん、あの素晴らしい記憶に残る投球を見せてくれたなっていうふうに思うね。いや、本当そうですね。もうそれで明日は、うん、プロ野球最後の試合だから、プロ野球今シーズン最後の試合、今シーズン最後の試合になるからね、最後の試合、はい、それがオリックス対阪神というね、うん、もう素晴らしい日本シリーズを見せてくれた両チームで締めくくるということなんで、うん、もう両チームの総力戦集大成という試合になりますか ね、はい、うん、もう本当に楽しみに日本中の人がしてると思うし、本当、まあ、悔いのない試合をやってほしいと思います。今年のプロ野球締めくくりの一戦はどうなるんでしょうか。ね、ねえ、楽しみですね。はい。